どうもお疲れ様です。それではね、本日は2月13日、ライブ放送、また始めていこうかと思います。皆さんよろしくお願いします。で、今日はですね、バレンタインズームライブ、新港区女子ということでね、まあお金もないし、モテてもいない人を対象に、この放送がお送りされております。まあでも心配されないでください。この放送を、聞いた後、見た後には、モテるようにもなるし、お金も稼げるようになるというね。まあ、そんな対談になっていくと思いますので、お楽しみに。まあ、それではですね、本日も、スタートしていきましょう。題して、恋をしよう。稼いでいこう。ズームライブバレンタインスペシャルということでございます。じゃあ本日は、皆さんのね、周りにお金を稼ぐネタ、いっぱい湧き起こるように、いくつかネタを持ってきてましたんで、まあそちらの方もね、たまにお話ししながら、プラスですよ。かつてですね、まあ女性というものをね、武器に、しっかりとお金を稼いでいた人と、それから稼がしていた男性とのその関係がね、どういうふうになっていくのかを紐解いていこうかと思います。まあ今日はね、新港区女子ということなんで、まあ最近の港区女子じゃないんですけども、かつての港区女子を、まあ生きていた、まあ、そんなね、女性をゲストにお招きしております。で、本日は、対談になるんですけども、ちょっと危ない話も、ね、出てくると思いますので、ぜひね、閲覧禁止でよろしくお願いします。それから YouTube をご覧の皆様。これは YouTube ということは、本日2月13日を過ぎてかもしれませんけども、まあ、全然心配することはありません。来年のバレンタインのためにね、男を磨いて、また女性の方もね、女性を磨いていただければと思います。それではね、今日はゲストを早速お招きしようかと思います。よろしいでしょうか？ログインできますか？はい、マイクが入ってないみたいですよ。マイクが入っておりません。マイクが入ってませんよ。すいません、ミュート、聞こえますか？ミュートオッケー解で除しす。ました。あ、OK ですか？ははい。い。どうも、はい。よろしくお願いしま新す。宿女子です。今日はどういうふうにお呼びすればよろしいでしょうか。じゃあ、名前は、そうだね。港区女子評論家サチっていうんで、サチと呼んでいただければ結構です。わ かりました。それではね、港区女子の生態を明らかにしていただくことと、あとはね、ご自身の人生もちょっとだけ紐解いていきたいと思います。サッチ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではね。いいですか？今日ですね、私、何か仮装しないといけないかなと思って、時間がなかったんですよ。で、あ、そうだって、職場の人に何がいいとか言って聞いたんですけど、サザエさんがいいって言われたんですけど、ほうほうほう。けどよく考えたらサザエさん世田谷区だったと思って、あ、そうなんですか。で、全然時間がなくって、サザエさんのちょっとこういう不安とした感じを作りたかったんですけど、なかなかケープで固めるのが大変で、で、唇だけちょっとサザエさんの唇で、あ、なるほどね。本そん当な感はじですね。向こうでここにハートとか書きたかったんですけどね。けど、ライブ中にもしかしてやるかもしれないんで、ありがとうございます。それでは、改めて。まあ、サッチのことをね、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まあ、私も含めてね、お名前と、それからお住まいなど、自己紹介をよろしくお願いします。幸子と、中川幸子と申します。今現在は石川県に住んでまして、久保さんもご存知の H2 クラブに、まあ、所属してるんですけど、まあ、そこでセミナーのお手伝いをしたり、オープニング動画を作ったりとか、あと、まあ、コンテンツを作成したりとかしてます。まあ、ちょっと H2 のマルチタレントみたいな感じの役割ですね。こんな感じでやってまして。普段はアパレルの販売の仕事をしてます。あ以り上がとうごでざいます。す。H2 クラブと言いますとね、まあ東京を中心に活動されてるんで、まあサッチも東京にお住まいなのかなと思ったんですけども、その辺はちょっと意外でしたね。
そうなんですね。結構、私、関西人、だから関西の、東京の人からすると関西人に見えて、で、結構なんかしょっちゅう行ってるんで、そっちにお住ま、あの、住んでるのかなって言われるんですけど、実は石川県で、結構、うまくマイル使ったりとか、そんなんで、飛行機で行ったりとか、はい。しますね。はい。石川県というと、最近大きな地震があって、まあ何かと話題を集めてるんですけども、さっちのところは特に影響はないんですか？私のところ、やっぱりすごい揺れたんですよ。人生で初めてですごい揺れ方して、本当怖かったんですけど、幸い、そんな大きな被害はなく、今普通に生活してますし、テレビの報道であるような、元の地域の方とは違って、私、香川の方なんです。福井県寄りに。そこなんで、全然無事に、過ごしてます。ああ、そうだったんですね。まあでも何かとね、お取り込みのところもあると思いますけども、今日は放送の方ありがとうございます。ありがとうございます。それではね、やっぱ地震も怖いわけですけども、まあ男女関係も結構怖かったりしますけども、その辺もね、少しずつ今日は聞いていこうかと思います。今日のテーマでありますけども、港区女子っていう言葉、ここ数年でよく耳にするようになったんですけども、今日はね、その港区女子っていうのはどういうことなのか、一旦整理しながら、さっちのね、お話も聞いていこうと思うんですけども、最近ね、若い、女の子、特に、まあ男性にね、ちょっとすり寄ってと言いますか、お金を稼いじゃって、女の子でね、で、高級車乗ったりとか、SNS でね、自己表現したりとかして、なんかキラキラしてる、いわゆるキラキラ女子にもちょっと似てるところがあると思うんですけども、こういった女性を、まあなんとなくね、港区女子っていうふうに呼ぶようになったと思うんですが、今本来なら港区に住んでる女の人をね、港区女子っていうことなのかなと思ったんですけども、まあ実は女性たちも港区にわざわざね、出かけて行って港区女子を演じるってこともありますんで、特に地域は今は限らないのかなというふうに思うんですけども、地方でもね、まあ、港区女子みたいな女の人たちってのは、まあ、いるのかなと思いますけども、昔からこういう女性って、サッチーから見て、いたんですかね？いたと思います？そうですね。港区女子って本当言われてないですけど、なんだろう。昔から私、アパレル、梅田の方で仕事してた時は、結構、合コンとかってよくあったんですよ。ああ、ありましたね。百貨店勤務の女子って、結構、モテるんですよね。それで、今日は、大手の商社の勤務の男性とか、何人かで合コンするから、誰か参加できないっていう、フロアので、他の、お店の人から、声かかったりとかして、今日空いてる空いてる、みたいな感じで、そういうのに行ったりとかして、それで、そういう時にやっぱり、ちょっと婚活じゃないけど、お金を持ってる男性が、をやっぱり目当てで行くっていう、そういうのが、よくありましたね。これご自身の体験としてあったってことなんですけども、そうすると、若干サッチが港区女子みたいに見えてくるんですけども、ちょっと重なる部分が結構ありますね。そうですね。みんな、当時って、松たか子が受けてたんですよ。思い出したんですけど、松たか子っぽい感じ？なんていうのかな、あざとさっていうのが、今の港区女子と違って、ちょっと可愛くお嬢様っぽいっていうような雰囲気？自分を横をよく見せるような感じっていうのが、流行ってたんですけど、それを頑張ってしようとしてました。ああ、なるほどね。みんなに、まあ、女性にも歴史ありということで。まあ、女性がそういったいでたちをするということは、やっぱりね、そこには、まあ、男性の姿もあると思うんですけども、まあ、おおむね、まあ、今で言う港区女子っていうのは、割と年上の男性とのお付き合いが多かったのかなとは思うんですよ。というのが、やっぱりこう、稼いでる男性って、なかなか20代では、いきなり稼げちゃったりはしないんでね。どうしても30代半ばぐらいから、
まあ、男性も将来性が出てきたりとか立場を得たりとかして収入も大きく変わってくるのがやっぱり30代の半ばぐらいなのかなと思うんですけども、まあ、こういった男性をね、ちょっと年は離れているんだけども女性として選んでお付き合いをしようかなとかね、ちょっといろいろとアプローチしてみようかなっていうふうになってくると思うんですけども、こういった女性たちってのは何を求めてね、そういった男性、年上の男性とお付き合いしてると思います？あー、そうですね。けど、一つは、なんかギャラ飲みってなんかあるじゃないですか。あー、最近ね、ありますね。はい。はい。まあ、年上の男性と、まあ、付き合いたいとか、そこをしっかり考えて、そういうのもあるのかもしれないですけど、なんだろう。けど、やっぱりちょっとお金を目当てっていうか、うん、まあ、自分たちと収入が少ないから、うん、その年上の男性たちから、男性からお金もいただいて、うん、美味しいものを食べれて、うん、いい思いができればいいやって。けど、危うくば、そこで関係持ってもっていうふうなことも、思いながらやってるのかなとか思ったり、うん。うん、で、でしょうね。ちょっとよくわからないんですけど。はい、うん、はい、まあ。はい。ありがとうございます、うん。まあ、答えにくいところもあると思いますけども、うん、はい、まあ、おそらくね、やっぱり私が男性の立場から思うのは、うん、なんか、こう、お金がない男性とお金がある男性って、明らかにレジャーの種類も変わってきますし、うん、女性へのエスコートも、まあ、お金がなければどうしてもチープになってしまったりとか、うん、デートがね、ちょっとときめくものではなくて、でまあ、ちょっと女性から見てもあれファミレスで割引券使ってるわこの人っていうよりも金に糸目をつけずにね、糸目をつけないって言っても高級ホテルでも2万か3万出せばきちんとしたお姫様扱いってできるわけなんですよ。その2万3万すら使えない男性ってのはさすがに将来性ないわよねっていう風になっちゃったり、あとはね、なんか自分がすごく安く見積もられてるような気がして、せっかくクリスマスとか記念日にデートしても、それが友達に自慢できないようなものだったら、なんでこんな人と一緒にいるんだろうみたいに思っちゃったりとかするところもあるのかなと思いながら、男性は、じゃあちょっと見栄を張るかとかね、稼いでちょっといい格好できるようにしようかとか、まあ地方だとね、少しでもちょっとお迎えするのに、ラグジュアリーな車に乗ろうかなみたいにね。まあ、いわゆる見栄を張るってのは自分のためではなくて、いかにいい女を捕まえるかってところに来ますんで、多分そういうのがね、港区女子に対する、いわゆる港区おじさんにも顕著に出てるのかなと思うんですよね。だから自分のお金や地位目当てに来る女性ってのは案外ね、ウェルカムだったりすると思うんですよ。で、旗から見るとね、なんか金目当てじゃねえか、あいつとか、金があったらお前、おっさんでもいいのかよってなるけども、いや、そういうもんなんですよ、みたいにね。男性の立場からしても、まあ、開き直る部分があったりするんですよ。まあ、そもそも、やっぱり若い間っていうのは、男性もね、経験もなければ、人脈もないですし、で、まあ、デートの回数も少ないですから、エスコートもちょっと下手だったりするんでね。そういうことを考えると、女性からしても、安心して、自分の、今日一日っていうね、貴重な一日を任せるには、そこそこお金があったり、経験があったりね、もっと言ったらな、他の女の、影が匂うぐらいの危険な男性の方が割と楽しいのかなと思っちゃうわけですけども、最近はその港区女子っていうのがね、どうもちょっと犯罪にもちょっと近いと言いますかね。私が思うところ、かつての同じようなね、港区女子って言葉はなかったんですけども、そう言ってちょっと年上の男性と背伸びしながら付き合う女性っていうのは、それなりに自分を、まあ、いわゆる商品というかね、武器にして、いろんな男性を捕まえていたような気がするんですけども、最近は SNS の発展なのか、もうね、男性を目当てっていうよりも、男性の持ってるお金目当てで、まあ言ってみればね、騙しちゃったりとかね、それから冤罪めいたことを仕掛けてみたりとか、弱みを握って金だけ引っ張ろうとして、男性の方もね、ひどい目にあったとか、マッチングアプリで出会った女に詐欺られてお金持ってかれちゃったよみたいなことがあったりとかね。それがなんかたまにニュースになって、いただき女子みたいなのが出てきて、私はひどいことをしてますよみたいな、自分でアピールしてしまいには捕まったりとかしてるみたいなね。そうすると面白いことに、いただき女子になんか騙された男性も、いや、俺あの女にひどい目にあったよってか SNS で書いてるやつもいたりとかしてね。なんか被害に遭ったはずなのに喜んでるみたいなところもあったり、まあ、そんなね、面白い流れが来てるんですけども、その港区女子ね、サッチーから見て、
そのいわゆる最近の港区女子っていう女の子って、これ将来大丈夫なのかなと私は思うんですけども、どういうふうに思います？ああ、なんか将来怖いなと思ったんですよ。今、おっしゃったように、なんかつい最近、マッチングアプリで知り合った、女の子を引っ掛けるみたいな、逆に引っ掛けるっていうような、そういう動画があったんですよね。それは、若い子で、若い子同士なんですけど、マッチングアプリで出会った、ただその女の子がマルチのビルに連れて行って、そこで何か高額商品を買わせるって、買わされるってことなんですけど、うん、はい、このビルに連れて行く前に警察を呼んで、まあ、YouTuber の人が顔を、まあ、出て、それで、おいお前何してるんだみたいな話で。で、その女の子は顔出ししてるんですけど、うん、マッチングアプリの男の人は顔出ししてないんですよね。あら、うん、で、YouTuber の人は顔出ししてるんですよ、うん。で、その男の人はすごい文句だけ言ってて、強気になっちゃって、はい、YouTuber も味方にいるから。で、今から警察呼ぶからな、お前覚悟しとけ、俺の金取るつもりだったんだろうみたいな、そんな動画が流れて、うん、なんか、本当怖いなって思ったんです。うん、昔だったらそういうのがなくて、なんか女の人は、なんかそういうのでお金もらおうと思って、強気になって女だからっていうふうに、いろいろちょっと許されるんじゃないかっていうような、なんか傾向みたいなのがあったのが、今って本当に平気でさらされるし、なんか男の人の方も、なんだろう、なんか、なんかちょっとこう、ジャイアンの陰に隠れてたスネ夫みたいな、そんな、なんか、こうとかも出たりとかして、ちょっとずる賢いみたいな。うん。それになんか逆に、まあ、調子に乗ってたら、うん、将来的にギャフンとやられそうで、で、さらされて名前とかも、住所とか顔も特定されて、逆にすごく嫌な思いとか精神的に辛い思いをギャフンとやられるんじゃないかなっていう、そんなことは思いました。だからあんまりやりすぎたら、港区女子も調子に乗ったら怖いよねとかいうふうに思ったんですよ。はい。ああ、なるほどね。いわゆるその港区女子っていうのがデジタルタトゥーになってね、いろいろと人生をやり直そうと思った時に、うん、なんか思わぬ足を引っ張られることもあり得るかなってところですよね。うん。うん、なるほどね、うん。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今ね、コメント入ってますんで読まさせていただきますけども、まあ、対談時間内にもしかしたらね、お話できないかもしれないんですけどってことだったんですが、約50年間、異性とまともに付き合ったことがない男が、これから女性とお付き合いするための条件とか、努力の方法とかを教えていただけるとありがたいですということなんで、これまたね、後々、お答えいただきたいと思いますんで、ちょっと頭考えておいて、まとめていただければと思います。はい。はい。それでね、もう一つ、港区女子についてね、聞いてみたいんですけども、今、港区女子の面々がね、まあ、直接ご存知かどうかわかりませんけども、半分想像ぐらいになると思いますけども、まあ、お付き合いしてる男性が、まあ、いるとするんですが、いますよね、当然ね。港区女子に、ちょっとこうね、お付き合いしてる男性とかいると思うんですけども、今度はね、その男性になんか言いたいことはないかなっていうところなんですけども、サッチが今、うん、そうですね、知り合いの若い女の子が、私、港区女子よ。男性とこうやって付き合ってるのっていうふうにこぼしたとしたら、サッチはどういうふうに声をかけてあげます？頑張れ、いいよね、それ、素敵だわっていうのか、それとも、いや、ちょっとね、私の目から言うとね、みたいなことになるのか、ちょっとその辺、よろしくお願いします。なんかその男性の性格にもよると思うんですけど、うん、私は、その、若い時に、まあ、年上の男性とご飯を食べに行ったり、バーに連れてもらったりしてたんですけど、なんか、何回か行ってたら、なんかあれっていう、ちょっと、お友達付き合いだなのに、なんかちょっと本気度が強くなってる気がするみたいな、ちょっと怖いかなっていうふうに思った時があったんです。はい。で、その先輩に言われたのが、で、まあ、先輩に言われたんですけど、合コンの先輩、うんうんうん、ただ飯は3度までにしとけって言われたんですよ。おー、はいはい。はい。で、あ、
3度以上行ってますみたいな。で、それでやっぱりちょっと考え直したっていうことがあったんですけど、男性の方もやっぱりおごるんだったら3度ぐらいで、女性の行動とか様子とかをやっぱり見極めた方がいいかなと思ったんですよね。はい、逆に言うと、すごい夢中になりすぎたら、これだけ俺がしてやってるのに、なんで答えてくれへんのみたいな、なんかそんな感じになって、逆に男性がすごく夢中になりすぎたりする場合もあるし、けど、まあそうですね、賢い男性は違うかもしれないですけど、まあ、本当、女性を見るの目も3度ぐらいで見極めた方がいいかなっていうふうには、はい、そんなふうに感じました。はい。ありがとうございます。まあ、まさにその通りってところが今ありましてね。まあ、ただ飯は3度って言いますけども、まあ、いわゆるね、女性から選ばれる男性って、結構複数の女性から選ばれてるケースが多くって、まあ、男性の目からするとね、何人かの女性の中で、常に値踏みをして比較してるんですよね。まあ、その中で、まあ、食事ぐらいはみんなおごる気持ちは男性あるわけですよ。で、それを前提に女性が来てるのもわかるんですけども、まあ、3度までっていうのはね、だいたいその3回ぐらいで、どういうつもりなのかってことを測っている、値踏みしているわけなんですよね。まあ、その時に、例えば、あ、いつもご馳走になってるんで私出しますって言うかどうかで一つフィルターがかかるんですよ。うん。まあ、そこでね、仮に、あ、いいよいいよ、もう気持ちだけでいいよっていうふうになるんだけども、それを言い出すか出さないかで大きく評価が変わってくるんですよね。まあ、というのが、男性自身も、やっぱり先輩上司とかに、まあ、食事とかね、飲みに連れてってもらうときに、大体おごってもらうんですけども、言うんですよ。先輩、いつもおごってもらってるんで、今日は僕に出させてくださいって言うんですよね。はい、そこで、やっぱり人との間合いっていうのを測るときに、自分が付き合ってる女性がね、あれ、こいつなんか俺におんぶに抱っこかよ。恐ろしいな、こいつと付き合ってたらいくらあっても足りねえぞっていう風になってきたりとか、あとやっぱりね、男性の側からしても、この女どうせ他の男とも付き合ってるんだろうなと。だからいい気になってるんだったら、まあ、いいところでこいつ切ってやろうかなっていう風に、やっぱ打算も生じるんですよね。相当魅力的な女性だったら別なんですけども、まあ、男性も女性も港区女子とは言いながらも、結局普通な人なわけですよ。ですんで、プラスなのかマイナスなのか、やっぱり、値踏みしてるようでいてね、女性の方が。女性が値踏みされてる部分もありますんで、今、サッチが言われたように、ただ飯は本当3度までなんですよね。やっぱ、本部に抱っこしてると危険なんですよ。まあ、ともすればね、やっぱりこう、お互いに、もしかして長い付き合いになってきたら、結婚するかもしんねえなと思った時に、その結婚観っていうのをその中に見るわけですよね。こいつはダメだと思ったら、いい感じで別れてやろうみたいに、まあ、別れるためにはね、いろんな理由がつけられますからね。それはね、女性の方からもそうだと思うし、男性の方からもそうなんで、じゃあ、港区女子だからって言ってね、いつまでもいい気になっていられるのかなと思ったら、まあ、非常に結構危険で、プツンと切られて、切られたらもう永遠にもう縁がないっていうね。まあ、そんな悲しい人生も結構出てきますんでね。今、現役で港区女子されてる方とか、港区女子じゃなくても普通に20代をね、お過ごしの方は、結構危なっかしい人生に今20代ってのはハマってるんだよっていうのはね、多分サチーからも警告として今、なったのかなと思います。はい、ありがとうございます。ただ飯は3度まで。そうですね。ここはすごく大事な言葉です。ただ飯はね、どんな時でも3度までですからね。はい。それでちょっと遅れたんですけども、まあ私、高鉄路、もしくはね、速稼塾ってものがあるわけですけども、こちらとの出会い、サッチーはどういうふうに思い出します？久保さんのお名前っていうのは、小野里さんから、聞いたんですけど、それも2020年の夏ですね。はいはい。なんか飲んでる時にちらっとお聞きしたんです。はいはい。なんか広島で、なんかこうアフリエイトのすごい人がいるっていう、なんか浄水器のお話だったかな。ああ、はいはい。はい。それをちょっとちらっとお聞きして、で、それから YouTube をチェックしたりとか、で、してたんですよね。で、まあ最近になって、まあ、まあ、ズーム対談とか見て、まあネットでちょっとコメント入れさせていただいたりとか、したんですけど、あと、吉谷さんとのズームと YouTube のやりとり、ズームじゃない、YouTube のやりとりをよく見てて、面白いなとか思って、はい。見てました。はい。あ、そうですね。
はい。で、どっかでいつかお会いしたいなと思っていて、私が広島に行くことってやっぱりないんで、わあ、なんかお会いすることってあるのかなって思ってたんですけど、去年、H2 クラブの忘年会で、やっとお会いできて、本当になんかもうむちゃくちゃ感動でした。はい。あ、生久保さんだみたいな感じで。はい。はい。ありがとうございます。で、こういったズーム対談もさせていただいて、本当にありがとうございます。こちらこそでございます。うん、そうですね。確か、東京、あ、大阪か。大阪の、小野田さんの H2 クラブね。そちらの方に私もゲストとしてお招きいただいて、まあ、お邪魔したわけですけども、まあ、とてもね、いいご縁をその時、いただいて、まあ、今ね、吉谷さんとかね、小野田さんって名前出たんですけども、それから H2 クラブは、広瀬さんもいらっしゃって、まあ、私から見てもね、この10年間、こういった活動して、まあ、生計を立ててるわけなんですけども、まあ、小野田さんはもちろんなんですけどね、鹿児島にいる吉谷さんとか、あと、はい、あまり、H2 クラブの中では名前出ないと思うんですけども、新潟にナミさんという女性の方がいらっしゃってね。まあ、ナミさんは普段、お昼は、サロンを自分で経営されてるんですけども、なんですかね。まあ、整体ですね。整体サロンを経営されてるんですけども、その傍ら、やっぱりネットビジネスでも、自分のコミュニティ作って収益を上げてる、いわゆる二足のわらじを取ってる方なんですよね。で、この10年間、10年前と同じようなペースで、同じような稼ぎ方をしてる人ってのは、まあ、小野里さんとかね、広瀬さんは最近私もご縁持ったんですけども、鹿児島の吉谷さんとね、それから奈美さんと、まあ、このぐらいしか生き残ってなくて、他の方もいらっしゃるんでしょうけども、まあ、発信があんまりされてないんでね、目に留まることがなくて、まあ、私なりにこう同級生みたいな感覚で、多分小野里さんも同じように思ってるのかなと思いますけども、だからお互いに名前が結構出たりとかね、YouTube の視聴者さんも、この間をぐる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 回ってるんですけど、実はね、そろそろね、ここにプラスワンで、同じようにコミュニティを運営する人が出てきてもいいんではなかろうかと思ってるところなんですけどもね。まあ、よろしかったら、サッチーもそこにポンと数を並べていただければと思いますので、よろしくお願いします。私、ちょっと頑張って、はい、参戦できればと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい、で、今日はね、港区女子っていうテーマなんで、ちょっとね、サッチー自身にも切り込んでみたいと思うんですけども、話せる範囲でいいと思うんですよ。はい。今で言うね、そうそう。今で言う黒レシピみたいなのがあったら、ちょっとご紹介いただきたいことと、プラスね、例えばね、今40代ですとか、今50代ですっていう男性、こういった男性に向けてね、こんな、まあ、いわゆる中高年男性だったらお付き合いしてもいいわっていう条件がありましたら、合わせて、今日ね、ご質問もいただいてますんで、よろしくお願いします。ちょっと話していただければと思います。うん、そうですね。これなんかどうしようかなと思ったんですけど、まあここだけなんで、まあ YouTube でも放送されますけど、はい、まあ、合コンとかも参加してた時もあったんですが、まあ実はお小遣い稼ぎで、うん、本当に若い時、20代から30代前半、まあ、会社に内緒で、京都の祇園とか北新地のラウンジでアルバイトしてたんですよ。うん、で、北新地の方で、まあ、そこで知り合った、会社役員の方がいて、今、まあ、ちょっとお付き合いしてた時がありまして、まあ、その時に、まあ、私のその、生活を見て、その当時6畳一間のマンションで、まあ、周りの田んぼにがあったマンションで、それでその時結構1階に住んでたんで、うん、まあ、下着が盗まれるは、うん、帰り際に1週間で3回ぐらい痴漢にお会いするっていう。お会いするといいね。はい、下半身を出してる方が、うん、3回ぐらい見かけて、で、そんな話をしたら、もうこんなところに住むなっていうふうに、なんか、言って、突然、引っ越せっていうふうに言って来られたんですよ。うん、はい。もう、それで、引っ越し先を、まあ、探して、市内で一番いい、1LDK のマンションで、家電とか家具とか、もう200万円近く引っ越し費用をいただいて、うん、で、まあそういうとこに住んでたんですよね。うん、はい。で、まあそれが私のなんか港区的な感じの生活だったのかなとか思ったんですけど、はい、まあ、その時の私って、まあ、
まあ、こんな自分なんで、まあ、こんな顔じゃないですか。こんな自分になんで、こんなことしてくれるの？みたいな感じで言ったら、まあ、その時に、お前の顔が好みなんや、みたいな感じで。うん、まあ、良い、いい生活あ、味合わせたいからやってんね、みたいな感じでおっしゃってもらって、で、まあ、それでまあ、私も勘違いが始まって、自分が本当モテ期だなっていうふうに思っちゃったんですよ。人生最大のモテ期で、すごいいい思いをさせてもらって、毎週、本当美味しいもの食べに行って、で、まあ、旅行とかも連れてってもらったり、高級なホテルとか泊まったりとかして、まあ、そういうのがありましたけど、うん。けど、やっぱり今、この年でそれが続いてるかっていうと、そうじゃなく、まあ、お金で苦労してたりとかしてる部分があって、やっぱり今思ったら恋愛でいう黒歴史だったんだなっていうふうに、まあ、いい思いをしたからこそ、いい生活を分かってるから、それを、覚えてるからこそ、まあ、そこまではっていうのはあるけど、やっぱり、こう、ここのランクまでは、ここは落としたくないとか、ここのランクまでは頑張りたいとか、まあ、そういう気持ちにさせてもらったっていうのはありがたいんですが、やっぱ、若い時にもっと賢かったらよかったなと思って。ああ、はい。うん。そういう、男性と知り合ったんだったら、もっと自分を活かせるはずだったのになっていうのが、それが後悔だったりするんですよ。で、今の40代とかの男性に言えることって、なんだろうな。で、さっきも質問が来たんですけど、けど、私、まあ、お金を持ってるっていうことももちろん大前提に大事で、けど、いい男の人って、やっぱり気遣いができたりとか、視野が広いなとは思うんですよ。まあ、もちろん綺麗だ、綺麗にしてるとか見た目っていうのも重要だったりするんですけど、やっぱり見た目汚かったりとか、まあ、汗臭いとか、なんかそこに気を、人から見た感じがどう見られてるかっていうことに気を使わないっていう人だったら、やっぱり嫌だと思うし、お金持ってようが、大金こう、札束も持ってようが、なんか嫌だと思うし、まあ、そういうようなトータル的な、ものがあって、それで、まあ、女性にモテたりとか、する、惹かれたり、女性にすごく好意を持たれたりってするものかなとは思いますね。はい。だから、モテる男の人を見本にしたらいいのかなって思います。はい。まあ、確かにその、清潔感、十分つけておかないといけないかなっていうのと、まあ、自分のね、まあ、匂いですよね。うん、なんかその、匂いによって人はね、この人と一緒に入れるかどうかってことを感じる部分があったりとかするらしいんで、まあ、本当にそこは重要なのかなと思います。特にね、私の方から、もう同じようなところが結構ね、感じられて、まあ、モテない男性って、まあ、お金とか、まあ、学歴とか身長とか見た目っていろいろあるんですけども、まあ、基本的に自分が人に見られてるってことを意識して、まあ、髭をね、細かく剃ってみたりとかね、まあ、表情を、こう、きちんと、作ってみたりとか、それから、うん、小切れにしてるっていうんですかね。まあそういった形で、まあある意味自分が、じゃあ今日は撮影ですよって言っても、あ、いいですよっていうふうにポンと答えれるとかね。そんなところなのかなと思っちゃうんですよ。うん、でも、ちょっと今日は今顔も洗ってないしみたいなことじゃダメなのかなと。とりあえず今日は、女性もきっとその美っていうものに対しては女性もものすごく投資してると思うんですよ。それこそ若い頃から、10代、20代の頃から、やっぱメイクしてみたりとか、ヘアスタイル整えたりとかね、ちょっと手鏡をバッグに入れたりとかって、美に対してものすごく敏感なんで、その感覚で異性を見てるっていうことを忘れちゃいけないのかなと。で、お金とかなんとかってのはその次なんだろうなと思うんですよね。だからか特に私40代や50代の方に、私もね、同じように言いたいのは、お金をすぐに稼ごうとかっていうのは、確かに大事なことなんだけども、そうは言っても今日明日にいきなりね、億万長者になれるわけじゃないんで、今日できる、なんかその、美っていうものに、それから清潔ってものに、もっともっと敏感になっていって、とりあえず、身の回りを片付けるところとか、机の上や自分の部屋を片付けるところから始めていけば、なんか、ああ、こういう部屋だったら、女性をお迎えできるな、とかね。
で、こんな自分の身なりだったら、なんとか、女性の前に立つことができるかな、ぐらいは思っていた方がいいのかなと思うんですよね。うん、まあ、そこすらできずに、モテるモテないっていうのは、ちょっとまだ早いのかなと。特に40代、50代になってくると、モテる男性ってのはどんなものかってことは、若干自分でも分かってないといけないところがあるのかなと思ってね。まあ今日ね、質問をいただいたんで、まあその方について言うわけではないんですけども、まあでも、どうしたらモテるのかなっていうふうに、その一番最初のステップとして、まあ清潔であることなのかなというところは、シャチと共通しているところなのかなと思っております。はい。回答の方は大体こんなところですけどもよろしいですかね。他の部分っていうのはまだまだあるんですけども、今度それ中心にお話はまたね、していこうと思いますんで、機会にまた、どうやったらモテるのかっていう具体的な時間も作っていこうかと思いますんでね。はい。それではね、今日、サッチのちょっとした黒レシピ、黒じゃないですよね。でも案外、いい時期は、みんな女性にはありましたよってことだったと思うんですけども。で、そっからね、やっぱり、サッチも今ね、もっと、したたかであった方が良かったのかなっていうふうに思った部分も、今だったら振り返ってるんだと思いますけども、やっぱりね、モテ期ってみんな来るんですよね。男性でも女性でも、もちろん、来ない人もいるんですよ。来ない人ってのはこれからどっかでモテ期が来るっていうふうに考えてもいいと思うんですけども、モテ期ってのは自然に来るんじゃなくって、モテる原因っていうのは必ずあるんですよ。特に女性ってのは、若いっていうだけでモテる時期っていうのは失礼ながら確かにあるわけなんですよね。特に年上の男性からは。40代、50代になってくると男性ってのは、同年代でお付き合いできる人っていうのがいなくなるんですよ。というのが、残念ながら40代、50代で男性が同年代の女性を付き合おうってほとんど思わないわけなんですよね。で、そこへ行くと、若いだけでとりあえずは、お付き合いする対象にはなってくるわけなんですよ。プラス、その若さっていうのはいつか失われていくもんですから、若いうちに自分を鍛えてくれるような、女性を探してるわけなんですよね。で、そういった女性に選ばれるように、男性もやっぱり自分のことを鍛えてますんで、人間としてどうあるべきかってことを、ものすごく40代とか50代になってきたら、まあ、すごく気にしてこだわってるのが男性の内側の、考え方なんですけども、でも、それをやっぱりね、その基準をもとに女性を見てますんで、この女将来ダメだなと思えば、まあ、適当に付き合って、いい加減のところで別れちゃうみたいにね、やっぱりこう、使い古されてしまう、いわゆる消費されてしまうんですよね。だそういうところを今、先ほどもね、港区女子将来心配ですよねってところも共通するところなのかなと。まあ、今が良ければいいっていうのは確かにそうなんだけども、本当に今だけしか良くないっていう人生も、ものすごく、来ますんでね。今やっぱり40代とか50代、それ以降の女性ってのは、まあ当時、本当に、時代も背景も良かったし、それからね、男性も結構お金持ってる人がいたりとか、余裕を持ってる人がいて、で、まあ今よりももっともっとキラキラした時代を過ごしていたと思うんですけども、じゃあその時期がなんで続かなかったのかなってことを、今ね、時間が過ぎて振り返る。ではすごく大事かなと思うんですよね。で、女性もそうなんですけども、今からでも全然チャンスありますんで。じゃあ、どんな女性だったら求められる40代なのか、50代なのかってことは必ず答えがありますんで、そこをちょっとね、探り続けてほしいなと。やっぱ男性も女性もそうですけどね、うん、昔はこうだったのにって思い出したらもうモテないんで、今はどうなんだってところにこだわっていけばいいのかなと思います。うん、はい。でね、サッチにまたね、もう一個ね、ちょっと、伝えにくいことかもしれませんけども、はい、サッチ今ね、お付き合いしてる人がいるかどうかっていうのも全然ない状態で私こうやって対談させてもらってるんですけども、サッチ自身ももう今ね、そういうことをちょっと気になってる男性がいようと、お付き合いしてる男性がいようと、ちょっとそれはなしにして、今恋をするとしたらどんな男性を探してみたいですか？これはいかがでしょうか？ああ今恋をするなら。はい。ああ、なんだろう。今なんか、お付き合いしてるとか抜きにしてですよね。そうそう。例えばね、うん、若い男性がいいかなとか、年齢は自分と同じぐらいがいいかなとか、うん。あとは、ものすごく仕事で実績を持ってる方とかね。まあそうじゃなくって、もっともっと自分自身気楽に付き合えるような、いわゆるチャラ男でいいんだよとか、まあいろんなパターンがあると思いますけども、いかがでしょうか。まあ付き合うっていうことなんで、もしかしたら将来本気で考えるかもしれないし、いやいや、数ヶ月だけちょっと付き合いたいんだよ、みたいな、こんな人で気軽にやりたいんだよって、いろんなパターンもあると思いますけども。なんだろう。なんかそういう真剣恋愛を、なんか、なんていうのかな。なんかいろいろ失敗をしたりとかしてて、この年になって結婚もしてないんで、なんかこういう人っていうあんまり断定ができない感じなんですよ。うん。
けど、まあ実際、ちょっと Facebook でも書いたんですけど、もともと本当に18から好きだった人が、まあ出会ったり別れたり何回か繰り返して、で、6年以上付き合った時期があったけど、付き合って全然会わない、関西に住んでるんで、全然会えなかった時期が続いて、結局別れた人がいて、で、また6年ぶりに復活しそうな感じなんですね。まあ、復活するのか分かんないんですけど、相手さん次第なんで、なんか、まあ、その人を見て思ったのは気が楽だなっていう、気心が知れてて気が楽だなって思ったんですよ。で、改めて、また、なんていうのかな、その、こう、相手を知らなくてドキドキするような若い頃の恋愛は、なんか、ちょっと無理だなって思ったんですよね。気心が知れてるとか、一緒にいて楽だったりとか、まあ、その楽っていうのにも、経済的な心配っていうのをしなくていいっていう、けど、思ったんですよ。けど、その経済的な心配って自分、相手に求めるものじゃないなっていうのも思いまして、もう50になったんで、やっぱ自分で自立していかないといけないし、で、なんかまあ、もしそういうお付き合いして、まあ、ゴールインするとしたら、なんか、なんていうかな、一緒に頑張れるっていうような、一緒にこの人生を一緒にこう、良い形で終えるために一緒に頑張れる、そういうような同志みたいな感じ？そういう人と出会えたら、その人がそうなのか分かんないけど、もうその人じゃなかったらそういう人とまた出会えたらいいなと思ってます。ああ、すごいいいじゃないですか。やっぱりね、まさにね、パートナーっていう言い方にもなるかもしれませんけど、同志だったりね、戦友だったりっていう、まあそんなスタンスになってくると思うんですよ、私も。で、実際そういった考え方ができると、一緒にまさにね、頑張っていける。まあそんな、恋愛になっていくと思うんですけども、その依存型の恋愛から共同型の恋愛っていうふうにね、言う方もいるんですけども、確かにね、まあ、男性が軸になって、まあ、女性がそこについていくって形は昔からあったし、まあ、それは一つの恋愛の形だったんですけども、年齢を重ねていったりとかね、まあ、いわゆる何が楽な関係かっていうのは、自分も相手に対して、楽だし、相手も自分に対して楽を感じていただける。その中で、今、経済的なっていうこともあったんですけども、男性の、経済的なたくましさを自分が利用してそこにくっついていく女性っていうのはものすごく不安定で危なっかしいんですよね。まあともすれば、お金で面倒見てもらってるから、関係が築けなかったりするんですよ。うん。例えば女性がいきなりお金が必要になった時に、男性に頼らないといけない時って、もうイエスかノーかわからないわけですよね。で、それが繰り返されていくと、男性の方も、こいつ金ばっかりかかってんな、俺金づるかよ、ATM かよ、みたいな言い方して、やっぱ冷めていくところがあって、お金が必要な時だからこそ、頑張って自分で何とかしてみるとかね。いや、実はこういう時のために私は取っといたのよっていうふうな、やっぱり賢さがあると、あ、さすが見直すなって、大事な時に俺に頼ってこないのは寂しいけども、自分自立して自分でやってるっていうのは、まさに魅力的だなっていうふうに、やっぱりこう年齢を重ねる女性に対してはどんどん感じるようになるんですよね。その辺が、ちょっと港区女子と付き合う男性の心理のちょっと違うところで、どういうことかっていうとね、まあ、いわゆる港区女子みたいな若い女性から一方的に頼られるのはものすごく嬉しいし、それを目当てに自分ってものを作ってきた男性はあるんですけども、ともすればね、長く付き合っていこうとすると、それじゃ困るんですよね。自分が弱った時に、こいつ離れていくんじゃないかなっていうの不安がある時に。おんぶに抱っこの女性っていうのは、もうすごく危なっかしいわけですよ。自分の力が衰えたときに、必ずこいつは去っていくなっていうふうになっていく。もしくは、いつも頼られてね、だんだん年齢を重ねていくと負担になってくるんですよね。うん。だからそういう面では、やっぱ自立ってのはものすごく大きなキーワードでね。うん。自分がいなくても一人でコツコツと何かを構築していく人とかね。まあそういったところに男性もだんだん魅力を感じていくんじゃないかなと思います。まあですんで、若さにおんぶに抱っこしているうちに、きちんと自分の内面を磨いてくれるような、そんな女性を真剣に付き合おうとする場合、男性も待ってるってことですし、多分女性もね、そういうふうになろうと思って、若い時期ってのを無駄遣いしないように生きていくのかな、というふうに思いますね。はい。それでね、今、すごく大事なことをね、サッチも投げかけてくれたわけなんですけども、まあ、いわゆるね、今度はいい男に、ちょっと目を向けていきたいんですけども、
40代、50代でいい男って、まあ、具体的にどういうものだと思いますか？やっぱりこう、見た目にも責任を持たないといけないし、表情もちゃんと作れないといけないし、どんな人に囲まれてるかってことも大事ですね。例えばね、全然関係ないところで、ポンポン名前が出るような噂になる男っていうのは、まあ、いい男の条件かもしれないですよね。うん、あとはやっぱり当然、まあ、お金にキツキツになっている40代男、50代男ってどうなのっていうのは、これ確かにあるわけですよ。長い人生歩んできて、何やってきたんですか、あなたは、みたいなところで、いきなり、こう、評価がガクンと落ちるというところもあります。ただ、ちゃんとした理由があって、いや、お金はないけども、こういう事情で、今は40代、50代になったんだけども、もう結構苦しんでるって方がいますけどもね、そこに共感できたら、あ、私が力を貸してあげようみたいになって、逆に、逆境が男の持てる条件になったりもすると思うんですけども、まあ、サッチーから見てね、そのいい男、特に40代とか50代の人、まあ、これはどういうもの、どういう要素があると思います？どういう要素いい男。いい男はやっぱり久保さんじゃないですかありがとうございます。奥様いらっしゃいますけど、はい。はい、なんだろう、うん、けどやっぱり自分を分かってる人、迷いがなくなんか自分を信じてる人とかそういう感じなのかなと思いますね。ああいいですねそれはね。はい、まあ、その一言でなんか片付いたような感じがしますよそれは。ああはい、なんかそのいい男の人を総合的にこう見てみたときに40代50代でやっぱり自分をしっかり信じてふわる人の方がブレがなくて不安がないよなっていうふうに、うん、それって男性に限らず、まあ、女性もなんですけど、私って結構不安感があるときはやっぱブレブレだったりするんですけど、そういうときにやっぱりブレブレな男性引き寄せちゃうっていうのがあったりして、はい、で自分がブレてないとやっぱりしっかり見えて、で男性を見た時に、あ、この人ってすごいやっぱ自分信じてるんだな、ブレてない、ブレブレしてないなっていう、不安がないんだなっていう、だからこそうまくいってるんだなとか思ったりするんですよね、はい、うん、そういう人がいい男かなと思いました、うん、皆さん参考になりましたかいい男私の名前もちょっと出していただいたんですけども、まあ、私もね迷いがないわけじゃないですよ、 何かにつけて。だけども、うん、やっぱこう、ダメかもしれないけど、やってみるっていうことは全然変わってないんですよ。どんな時でも。で、結果、まあ、この前もね、格闘技の試合出ましたけども、あっという間にやられたんですけども、でも、それもすごくね、貴重な体験だなと思うんですよ。ダメならダメで、どんな風にダメなのかってことをね、実際、試合に出て試してみたいっていう、そんな現場がビジネスでも、人生でも、恋愛でもあるのかなと。まあ、これをね、こう、一言で言うと、こそこそ逃げないってことなのかなと思います。やられるならちゃんとやられようと思ってるんですよ。はい、ありがとうございます。じゃあね、今度はね、若い男性に考えを移していきたいと思うんですけども、若い男性に足りないものとかね、それから若い男性の逆にいいところ、これは今20代とか30代を生きる男性にもし投げかけるとしたら、港区女子としてはどんな言葉になるでしょうか？なんか、販売の仕事をしてたら若い男の子結構来るんですよ。おう。で、見てたら、なんか、足りないものって言ったら男気なのかなっていう。けど、お母さん目線で見ちゃうんですよね。子供産んでないんですけど。なんか、まあ、若い男の子って、もう、見てたら女の子に優しい子、まあ私の働いてるとこに来る男の子っていうのは女の子にプレゼント探しに来るとか、まあおしゃれなお洋服を自分の身につけてるもの、まあメンズもレディースもあるので、なんかそういうのを見に来てる子とかで、やっぱり買い物とかも、慎重派なんですよみんな。Z 世代っていう世代なんで、本当に一回見に来てすぐ買うっていう感じじゃなく、どこまで着回せるかなとか、いろんなことを考えて、で、2、3回ぐらい来て、回数重ねて、それでやっぱり買いますっていうパターンの子もいたりとか、まあ、しっかりしてるけど、なんか決断力がないから、そこのなんか男っぽさがないよなっていうふうには見てます。はい。まあ、けど、家族とかそういう、
家族とかにはすごくお母さんとかには優しい子が多くて、で周りにこう歩調を合わせてる子が多いから、まあ、そういうのは協調性っていうのはあるんだろうけど、なんか自分らしさっていうのもそこであるのかなっていうふうには思ったりしますね。はい。ね、はいはい。アパレルね、確かに女性にその着るものとか身につけるものをプレゼントする瞬間っていうのは男性には結構あるんですけども、まあ私もね、あるんですよ。で、その時に今聞いたのと、ちょっと自分の考え方をね、ちょっと比較して、別にいいとか悪いとかっていうわけじゃないですよ。私のパターンっていうのは、女性にプレゼントをね、特に服とかをするときって、自分のセンスをあんまり信じてないんで、多分、これを買ってあげても着ないだろうなとか、外すだろうなと思うんで、3着とか4着とかまとめて買ってプレゼントするんですよ。で、少しでも気に入ったのがあったらいいなと思って、プレゼントして、まあそれで、まあその中でもね、身につけてもらうのを見ながら、だん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 こうね、何だったらいいのかなって絞っていくようなパターンなんで、100発100中じゃないなっていうところからスタートするんですよね。でもそれはやっぱりお金があるからできることでもあるし、お金がない頃ってのはそもそも私プレゼントしなかった、全然。物質的なプレゼント。でもするんだったら、女性がもらっても困らないような形にしようかなと思った時に、やっぱこう、種類を買ってあげる、ドカーンとね。やっぱりこう、5万とか10万という単位になっちゃうんですけども、まあでもそれだけ、自分の人生の勉強にもなるんで、まあ、いわゆるね、その男気ではないかもしれませんけども、無理してそうやってお金を作っていく反面では、使うときはちょっとね、ケチらずにいこうかなっていうところと。あと、プレゼントってのは、本当最初から当たらないんでね。最初は外すと思うんで、まあそういうのを覚悟しながらやってるところあるかなと。でも今ね、Z 世代って言葉出ましたけども、なかなかね、お金に関してはシビアな方、が多いと思います。特に20代で私も当然できませんでしたしね。そこそこの年齢になってきて、お金の扱い方が慣れてきたから、プレゼントもだいぶ余裕ができるようになってきたかなってところありますけども、やっぱ重要なのはそのお金の稼ぎ方とお金を稼ぐ動機かなと思うんですよ。私の場合はモテるためとかね、見栄を張るためだけにお金を稼いできましたんで、もう守備一貫してきて、特に大学に行った目的が合コンすることだったんでね。そのために受験を突破しましたから、両親には申し訳ないんですけどね、お金出してもらって。でもおかげさんで、その恋愛スキルはかなり高くなったんで、大学で一番学んだことっていうのはね、どの講義よりも、自分がね、アフターファイブ、学校が終わった後に合コンを組んで、そこでいろんな女性と出会ったりとか、男性と女性をマッチングさせた時の、そういった経験がね、まあ今でも会社経営にも生きてるのかなっていうところですよね。今ちょっとコメント入ったんで読まさせてもらいます。気遣いができる女性で、有名で人気のサッチーさんですが、最近私が素晴らしい男性と出会えた、そのきっかけはサッチーさんの、アテンドでした。他人に気遣いができる人は絶対モテると思いますね。あ、これいいじゃないですか。うん、おありがとうございます。コメントいただきましたけど、ね。モテが来た。モテ気が来た。やっぱこのね、誰かを見てモテる、この人はモテるなと思ったら、その要素を自分が取り入れていく、自分をモテるようになりますので。だからモテる人を周りに置くと自分もモテるようになるっていうのはそういうとこなんですよね。だからモテない人と付き合うよりもモテる人と付き合うことだと思います。ただ残念ながらモテる人は今そんなに多くないですからモテる人にね出会ったらね、ぜひねその人からいろんなことを教えてもらうといいのかなと、この番組がその一助になれば幸いでございます。それではね、今日の、まあ、大きなテーマになってきます。モテることとお金を稼ぐことをね、この辺で結びつけていこうと思うんですけども、やっぱり恋愛にはね、男性も女性もお金が必要だと思うんですよ。女性は美を追求するためとか、どんな気遣いやデートをすることによって、一流の男性にね、振り向いてもらえるのか、やっぱりお金が必要になってくると。うん、で、昔に比べて今はね、お金を稼ぐ方法って増えたと思うんですよ、私は。いっぱいあると思う。例えば、スマホで稼ぐなんてのは、その10年前とか20年前は考えられなかったですよね。もっと言ったらスマホがなかったわけですから。で、今私もこうやってインターネットを通じて、生計を立ててるわけですけども、こんな世界ってのは、私たちが生まれ育った10代や20代の昭和の頃ってのは考えられなかったですよね。平成の時代にもなかったわけですよ。で、そう考えていくと、今はお金を稼ぐ方法が結構あると。第一生命のネオバンクとかね。とかクオカードをどっかに行ったらもらえるみたいな。聞いたことがなかったですけども、今はそういうのがあるわけですから。で、最近のサッチーから見てのおすすめの稼ぎ方っていうのは何か、何点か紹介してもらいたいんですけど、何かありますか？
ネオバンクは言われちゃいましたもんね。うん、はい、いいです、いいですよ。ネオバンクってどんな、あの、稼ぎ方なんです？第一生命のネオバンクは、ただ口座開設するだけで、まあ、紹介コードを打たないといけないんですけど、それで、口座開設で1500円、現金で入ります。はい。うん、それがすごい、やっぱり美味しいなと思いました。もう、だって、ポイントとかそういうのは多いんですけど、うん、現金くれるって、そう。なかなかないじゃないですか。はい。そうなんですよ。だから銀行口座作って、その銀行口座の中にお金が、銀行が入れてくれるわけですからね。はい。これはやっぱ美味しいですね。はい。1500円って結構何買えるっていうふうにコンビニとかで結構買えますしね。はい。はい、うん。まあ、そうですよね。まあ、1500円から始まって7万5000円までいきますからね。そうですね。あとは、あれですね。タマホーム。うん。はい。タマホームも、タマホームの、住宅展示場に行って、それで、お話を聞いて、まあ、家の相談をしたりとかしたら、それで、2万円の、地域によって違うんですよね。私は天城風もらって、最初クオカードっていうふうに言ってたんですけど、私は2万円分の天城風もらったんですよ。で、場所によってはなんかエネオスカードかな？なんか、そういうのもらってるとこもあるんですけど、まあ、とりあえず2万円分はもらえるんで、それも美味しい話だと思います。それと、もう一つ。はい。あれです。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってます。名前が出てこない。名前が出てこない。外食すると、なんか儲かるサイトが、あるんですけど。ファンクルですね。まあ、そうです、そうです。はい。それも、本当に、3人ぐらいでやればいいんですよね、確か。はいはい。うん、そうすると、結構元が取れたりとか、プラスになったりとか、しますし。でも、なんか、いろいろありますよね、アンケートサイトで、ちょっとこう、ポチポチアンケートとか。うん、そうなんですよ。うん。だから、先ほどのファンクルなんてのは、別に一人でも利用できるんですけども、飲食店行ってね、例えば3000使いました。で、後でそのアンケート、そのお店について答えると、半分1500円バックされるわけですよね。はい、で、3000円で食べたんだけども、1500円バックされるからお得だよねっていうような考え方が基礎にあるんですけども、でも3人で行ったらどうかなってことなんですよね。3人で3000物使うと、9000円合計使ったことになって、その半分がバックされると、4500円バックなんで浮くんですよね、1500円。だからそういうことを考えていくと、そういったね、外食で儲けるみたいなのも、実際に儲けることができるわけですよ。一人で行ったら割引に過ぎないけども、例えば、10人の合コンを、そのファンクルでね、組みましたっていうとね、うん、10人だったら今度3万になりますから、1万5000円バックですからね、大きく元が取れちゃうんで、いろんな飲み会の幹事しようかなみたいになってくるわけなんですよ。ああ、そうですよね。はい。だからそういう考え方をね、サッチの方が知らせていくようなコミュニティっていうのが、すごくこれから有効になってくると思いますし、あと住宅展示場なんてのはね、ちょっとデートがてら行ってみましょうみたいな感じで誘ってあげて、で、住宅展示場の帰りに、なんでそんなクオカードもらえたのって言ったら、いや、こういう仕組みなのよと。しかも、他にもこういうことをやってる住宅展示場があるから、また行ってみないって感じで、いつの間にかね、デートコースをこう作ってしまうみたいな口説き方もあるのかなっていうね、そんなところだよね。はい。まあ、おすすめの稼ぎ方、結構ね、サッチの方からも紹介していただいたわけですけども、もっともっとね、サッチのことを知りたいとかね、サッチからお得情報を聞き出したいという方のための、サッチの連絡先をちょっとね、教えていただければと思うんですけども、いかがでしょうか。あ、はい。まあ、もちろん Facebook とかで中川幸子でやってるんですけど、今度ちょっとそういうような、ことをしっかりちょっと伝えたい。教えてほしいっていう人だけ伝えたいっていう、そういった、LINE 公式アカウントを作ったんですよ。はい。そこに入っていただければ、まあ、もちろん、久保さんから入ってくる情報もあるんですけど、私独自の情報が、ちょっと、久保さんには今全然言ってないんですけど、ちょっとあるんですよね。あ、なるほど。はい。はい、いいじゃないですか。ネタですとか、はい。そういったものとかもお知らせできるかと思いますんで、
ズームのチャットのとこに貼っといた方がいいですか？概要欄に。はい。じゃあ、これね、YouTube になりますんで、YouTube の概要欄に、その LINE の公式アカウント、こちらの方、私の方で貼り付けておきます。あ、ありがとうございます。はい。はい、ぜひ入っていただければ、はい、YouTube ご覧の方も、これ聞いて入っていただければと思います。はい。はい、ちょっといろいろと美味しいお話をかき集めていきたいと思いますし、久保さんまだ知らないかなっていうのがあったら、私から久保さんにすごく言えたら、そういう風な感じになったらすごくいいなと思います。はい。私の方からも、じゃあそういったいい情報、はい、私の、コミュニティでも広めていきますんで、どしどしお寄せください。はいはい、まあ、LINE の方はね、私も第1号として登録させていただきました。はい、ありがとうございます。はい。もうちょっと今年は、サッチーは、情報発信をいろいろしていきたいと思いますんで、はい。はい、ぜひぜひ。はい。検索得意なんで、いろいろと。はい。対談シリーズ化してほしいということだったんで。あ、そうなんです。またやることがあるかも。嬉しいです。すっごい、実はすごい緊張してたんで、はい、何喋ってるのか全然自分で分かってなかったんですけど、私、本当に喋ってるんですかね。いや、なんとかでも1時間来たでしょ。1時間喋ってますね。あっという間でしょ。はい、あっという間で、ちょっとドキドキしましたけど、よかったです。はありがとうございます。はい、ありがとうございます。だんだんまとめていく方向になりますけども、はい、今日はバレンタインデー前夜なんで、サッチーから、まあ、その LINE を通じてね、プレゼントを皆さんにお届けしますんで、はい、これを機会に LINE の方には登録していただきたいと思います。じゃあ最後にね、サッチーの方から視聴者の皆さんにお礼と、まあ、一言ね、よろしくお願いします。これをもって番組終了したいと思います。はい。今回、初めての、ズーム対談に、来てくださって本当ありがとうございます。で、今、これから YouTube、この最後まで見ていただいて、本当ありがとうございます。また、リクエストもあるので、こういった久保さんと対談ができたらいいなと思いますんで、トークとか話術をもっと鍛えていきたいと思います。で、プレゼント、バレンタインで、チョコレートを皆さんにあげたいんですけど、すいません。バレンタイン忙しくて何も買ってなかったです。ごめんなさい。いや、プレゼントは LINE に登録すると、ね、いろんな情報が届くということでいいんじゃないでしょうか。そうですね。はい。美味しい情報をいっぱい届けますんで、よろしくお願いします。はい。チョコレートよりも美味しいものがいっぱい届きますんでね。そうですね。お金情報ですね。はい。はい。それではね、LINE を通じて、儲ける方法、モテる方法、そして逆に、こんな失敗、ちょっと苦いよっていうのはね、サッチ自身の、まあ、いろんな黒歴史をもっともっと深く掘り込んだものがね、届くと思いますので、エンタメとしても登録してもらいたいと思います。あ、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は本当お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。では、明日からもちょっと皆さん頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。ありがとうございます。